このわしの名を一躍天下に知らしめた桶狭間の戦いから450年。時が経つのは早いものじゃ。信長様！なんじゃ？はっ！たった今、この地に来る道すがら、このような瓦版を発見いたしました。はっ！名古屋か多く。なんじゃこりゃ？はっ！今、巷では、城下をひたすら歩き回るウォーキングなるものが流行っておりまして、町の者たちは日頃の運動不足を解消するために行っとるそうでございます。これがなかなか楽しいそうでございます。はっ、なるほどの。わしがその昔数多の戦場で勝利を得てきたのも、幼き頃より野山を駆け回り足腰を鍛えておったからじゃ。良い機会じゃ。今日は体のなまっとる者たちに、このわしが直々にウォーキングとやらの本物の醍醐味を教えてやる。いつぞ！はっ！出陣だ！おう！うっせぇ！歩くことで健康になろう。年齢や男女を問わず、誰でも気軽に始めることができるウォーキング。適度に体を動かすことは、体の健康や病気の予防に効果があるだけでなく、気分をリフレッシュさせ、ストレスの解消にもつながります。しかしアンケートによれば、日頃から運動習慣のある市民はご覧の通り、なんと5人に1人の割合です。そこでじゃ、忙しい現代人にとって最も取り組みやすい運動が歩くこと、つまりウォーキングなんじゃの。ウォーキングはゆっくり時間をかけながら体内に酸素を取り入れる有酸素運動。体調に合わせた目標を定め、楽しみながらマイペースで持続できるところが魅力です。今話題の生活習慣病の予防とかね、あるいは、骨粗鬆症の予防、老化防止、そんなような点が挙げられるかと思います。やっぱり心も豊かになり、それから人との交流も深まり、非常に大きなメリットがあろうかと思いますね。しかし、いきなり勢いよく歩き出すのは怪我のもとじゃ。始める前に足の筋肉をよーくほぐすことが肝心じゃ。毎日楽しく続けるため、歩く前と後にはストレッチを中心とした軽い運動を必ず行いましょう。特にふくらはぎや太もも、アキレス腱の筋肉は十分に伸ばしておくことが必要です。足を8回から10回前に振り出し、最後は振り出したまま足首を前後左右に伸ばします。後ろ足のかかとを地面につけたまま、前の膝を曲げ、ふくらはぎ、アキレス腱を伸ばします。さらに後ろ足をもう一歩下げ、今度はかかとを上げて前の膝をさらに深く曲げます。伸ばしている筋肉を意識しながら行ってください。これで準備完了。しかし、ここでただ歩けばええというわけではないぞ。健康づくりに役立つ賢い歩き方があるんじゃ。よーく覚えておくがいい。はっ。歩き方に変な癖がついていると、思うような歩きの効果は得られません。健康な毎日への第一歩として、理想的な歩き方を身につけましょう。ポイントとしてはやっぱり姿勢は大事です。特に下を見て歩くと、どうしても背中が丸くなりますね。ですから視線を電柱の真ん中から上を見て歩くと、姿勢もまっすぐになると思います。足をここにかかとからつけて、指先を送るというね、そういう動作の繰り返しだと思いますから、それを、やることだと思います。はい。名古屋市民1日あたりの歩数平均はご覧の通り。
1日の一般的な目安とされている1万歩に満たない状況です。プラス1000歩で健康づくり、名古屋市では1日あたりおよそ1000歩の増加を目標に、日常におけるウォーキングの習慣化を進めています。さて皆の衆、歩く前のウォーミングアップも終わった。正しい歩き方も学んだ。あとは気合を入れて出陣じゃ。信長様、こちらを。なんじゃこれは。織田信長、桶狭間の戦いコース。これはわしが今川義元を破った時に辿った道筋と瓜二つではないか。市内では休日を利用した様々なウォーキングイベントも開かれています。織田信長ゆかりの史跡を巡るのは織田信長ウォーキング。特に人気を集めているのが桶狭間の戦いコース。勇壮な武者たちの戦場となったこの地には歴史ロマンあふれる見どころがいっぱいです。最後に一つ、せっかく始めたウォーキングじゃ、少しでも長く続けるための3つのコツを伝授しよう。その1、ババン、目標を立てるべし。2キロでも3キロでも痩せる。夏に富士山に登る体力をつける。なんでもええんじゃ。具体的な目標を定めることが大切じゃ。その2、ババン、記録をつけるべし。歩いた時間や距離、歩数を日記につけるんだよ。1週間あるいは1ヶ月ごとに記録をまとめ、自分の努力の跡を確認するんじゃ。その3、ババン、友達を作るべし。1人より2人、2人より3人、大勢で歩いた方がやはり愉快なものじゃ。みんなと歩くことで疲れた時の励みにもなる。夫婦親子で歩き、会話を楽しむ、楽しいことと結びつけて行うことが長続きの秘訣なんじゃ。楽しいの。信長様、ちょっと早すぎですわ。お待ちください。行くぞ。誰でも気軽に場所を選ばず楽しみながらできるスポーツ、それがウォーキング。日常生活の中に自分のライフスタイルに合ったウォーキングを取り入れることが、運動不足を解消し手軽な体力アップにつながります。目標は1日あたりプラス1000歩。さあ明日からあなたも気の合う仲間と一緒にウォーキングにいざ出陣。おー